朝日山城は、静岡県藤枝市刈谷座邸の坪市に所在する、岡部市の居城とされる、中世の山城である。市の指定文化財である。寸州西部、藤枝市、八重津市などが広がる志田平野の北西部に立地する、標高204メートルの独立級、潮山北端の四方、牛伏山山城に所在する。 尾根筋に複数のクルワが連なる、連ン式山城で、現在、朝日稲荷神社が鎮座する、牛伏山頂上には一のクルワから三のクルワの、平坦面や土塁が残る。神社から東方に向かう尾根筋上には、南極林と呼ばれる、平坦地があり、東に、志田平野を一望できる展望台となっている。また、このお根すの北側斜面には、縦堀とされる、 大規模な八形があり、神社及び城跡への登山口となっている。この八形については、尾根町部を分断していないため、縦掘りではなく、自然地形とする意見もある。藤原南家工藤氏の末裔、入江氏の入江清綱が、平安時代末期に、岡辺ゴンりとして京から、駿河国岡部里に下校、そのまま土着して、この安綱の代に、岡部氏を名乗ったという。 岡部氏は塩山の北、東山六に館を構えたとされ、朝日山城も岡部氏の居城と考えられているが、高層期に一時的に使用された臨時性の高い城と見る意見もある。発掘調査が行われていないため、詳しい追記年代は不明。鎌倉時代とする説がある。廃城年代も不明だが、半館府によると16世紀末の1588年4月に、 岡部氏が主君徳川家と共に関東に移行されていることからこの頃と考えられている。朝日山城の南東には市場とされる塩城があったとされ、国道1号藤枝バイパス建設時に発掘調査が行われ、中世の移行が確認されている。ありがとうございます。